はいどうも、皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はマスタークラウン入れるべきキャラクターご紹介していきたいと思います。マスタークラウンを誰に入れようか迷ってる方はぜひ参考にしていただければなと思います。では早速ご紹介していきましょう。まずはこちら、さ来桜。 ラはマスタークラウンを投入後、敵、味方全体だったエリア展開が敵エリアのみに展開することが可能です。この敵エリアのみというのが非常に重要で、今画像に出ているように、敵エリアにのみデバフのエリア、味方のみに雷の威力アップエリア、効果の違うエリアを2つ重ねて展開することができる、これが最もの強みかなと思います。 さらには二突が進んでいる桜であればサンダーエレメンタルパワーということで味方単体に雷の威力アップをすることができます今回はこの威力アップをしたレジーナが最もダメージを出したダークビジョンズとなったのではないのかなと思いますマスタークラウンを入れない理由がありません続いて同じ理由で海洋ニコルニコルもマスタークラウンを投入することによって味方敵エリアだった全体エリアが敵エリアのみに変更になりました そのため画像のように敵エリアに水のデバフエリア、味方エリアに水の威力アップエリア、効果の違うエリアを重ねて展開することが可能です。そしてニコルも2突以上進んでいれば、アクア、まあ水だね。雷の水バージョンということで水の威力アップを100%かけることができます。マスタークラウンを入れる理由がこちらも、えー、入れない理由がこちらもありません。 続いては、唯一アタッカーで入れてもいいかなと思うのが、大召喚士の娘ユーナ、ゆうな。ゆうなは、マスタークラウンを2個投入することによって、精神の固定値を2000アップさせます。さらには、僕はまだ入れてないんですが、マスタークラウンを投入後、エリア展開のパーセンテージが50%に伸びます。さらには、召喚のダメージアップもパーセンテージが上がるため、えー、っと、かなり意欲の高い裏の LB が使えるようになっております。 なので裏の精神はまあ、今ねガチガチの装備にはしていますが約9000の精神の値を誇るようになっておりますそして、えー、マスタークラウンを投入することによって召喚ダメージがまあすでに完走しておりますが完走とさせるとま阿、あ、ビ枠もしくは、えー、装備枠が1枠上がりますのでさらに精神を伸ばせるといった状況が生まれますのでユーナでしたらマスタークラウンを入れる価値があるのかなと思いました続いてはこちら、えー、ティナティナと ファリス。まあ、同列かなと思うんですが、ティナとファリスに関しては、敵、味方、両方にですね、威力アップのエリアをそれぞれ、火、氷、雷を最大40%上げることができます。続いてファリス。ファリスは、えー、水、土、雷の威力アップエリアを40%を最大伸ばすことができます。こちらは先ほどの画像にあったように、先に全体のエリア展開をしてから、 敵単体を使うことでエリアの重ね掛けが可能になっておりますので、ファリス、そしてティナを入れる価値は12分にあるのかなと思いました。そしてその他の召喚ダメージが2人とも LB のひま必殺技的な立ち位置にあるので、威力も申し分ないのかなと思いますので、この2人だったら入れる価値ありかなと思いました。続いてこっからは少し優先順位は下がるかなと思います。続いてはこの3人。 この三人に共通して言えることで言うと、まあ、二刀流キャラなんですよね。全員が二刀流キャラになっていますので、火力が伸ばしにくいといった点になっております。ただ、それでも優先順位高めはこの二人かなと思います。特にジタン、ダガーをお持ちの方であれば、今回のダークビジョンズの上位勢が使っていた組み合わせダガープラスジタンのダガーで雷の展開をしながら、ジタンでデバフかつ、えー、自身がダメージソースになるといった動きが可能となっています。 っております時短はですね BS することによって、まあ、表裏があるというのも今回のダークビジョンズにおいて非常に重要な要素だったかなと思います表で闇耐勢をモリモリそして BS 後は LB アタッカーとして使う情報修正によってマスタークラウンを使うと2回までの威力が3万の LB が打てるようになっておりますなので今回時短にマスタークラウンを入れるならダガーが必要になってまいります 続いて、ホークアイ。ホークアイも同様の理由ですね。アタッカーかつデバフはー。2人とも防御の89%のデバフができるので、えー、そういったね、デバフ兼アタッカーの立ち位置で必要になってくるキャラクターかなと思います。で、最後はエッジ。 まあエッジも同様な使い方ができますかなと思います。ただ、エッジの場合は、スーパー LB タイプになるので、BS というか、BS が特にないので、え、さっきのダークビジョンズで言うと、闇属性、闇属性耐性を盛りながら、え、ダメージのね、攻撃の伸ばさなきゃいけないっていう点で、かなり難しかったかなと思います。属性はピンポイント合っていたんですが、なかなか難しい今回の運用だったのかなと思います。ただ、エッジの場合は、まあ固定値の2000は置いておけば、マスタークラウンを2つ だけ使うことによって89%の防御デバフそして雷の160%のデバフが使えるという点はかなり良かったのかなと思いましたまた回数も、まあ、3回にマ、えー、スタークラウン解放を進めれば使えるようになりますのでなかなかね需要があるキャラクターになったんじゃないのかなと思いましたなので今回僕がおすすめしたいのは8体で基本的にアタッカーに入れることはあんまりおすすめしませんまあ、唯一入れてもいいかなと思うのはアーロン 二突以上進んだアーロンだったら入れてもいいのかなと思いましたが、環境によってはすぐ置いてかれてしまいます。特に今はバルフレア、そしてレジーナがいればアタッカーはほぼ必要ないと言っても過言ではないのかなと思いますので、入れるならバッファーもしくはデバッファー、まあ火力貢献ができつつ、その他のね、 まあデバフをしながら火力が出せるとかエリア展開をしながら、まあ、クポのみ要因とか自身が火力になれるとかまあそういったねプラスアルファの要素がないとなかなかパーティー入りが難しい環境になってまいりましたのでバッファーやデバッファーにマスタークランを入れるのがおすすめかなと思いますのでぜひ皆さんのおすすめキャラクターコメント欄で押していただけ教えていただければなと思います最後までご視聴ありがとうございますまた次回の動画よろしくお願いしますそれじゃあまたねー